しい。こんばんは、国枝です。約束した通り仙台来ました。で今普段ハロープロナイトをやっているような、付き合ってもらっているような連中と一緒にお酒を飲みに来ております。宮本かりん、今日の撮ってた写真ですけど、感想としてですけど、いつも通りかりんらしさそのままで、しかも表情も含めてですけども、気配りあって、発言は昨日のまあブログと一緒ですね。これからソロが決まっていて、そのソロに対して全力を尽くしていく、その中でのページとしてのたまたま2月の11日だったと、そういったような印象を受けました。まあ、これからというところで、考えますと、ハロプロ自体の活動というのが、まあ、時間が限られている悲しさというのはあるんですけど、ソロ活動というのがどのように、進行していくのかなっていう楽しみの方に切り替えていくのが正解な気がします。あとジュースね、7人でしばらく引っ張ってくれるのか、3,2,1 レイみたいなのがレイいるのかみたいなね、勝手なことを言える時間がもう少しありますので、そんなことも話しながら、ハロプロオタライフをエンジョイしている人たちはやっていけばいいんじゃないかなと思います。あとじゃあね、ビール来るまでもうちょっと喋ろうかな。まあビール飲むって話ですけど、僕はよくビールから始めたらずっとビール、ワインから始めたらずっとワインみたいなのが好きでございます。まあこれは今休憩時間と思ってください。そして今日、岡村ほまれ可愛かった。岡村ほまれ好きな人は今日来たらラッキーだったですよ。たくさん喋ってくれました。今回のハロコンね、なかなか MC 時間が少ないんですよ。なので、本人の個性なんか、他のグループ1個のグループとかしか見てない人が他のグループのこの個性を知るという時間は少し少ない設定になっております。あと今日はね、先週もどうとかって降臨もなかったからね、だからよりおまれちゃんが、まあ、いい久保春菜さんにインタビュー、まあ、誠もいいけど聞いている時間なんていうのはすごく目立って、やっぱり今ほまれ来てるなと、可愛いなというのが再確認できるいい時間になりました。お願いします。お飲み物からお願いします。じゃあそろそろビール来たんで、乾杯の温度で、離脱という形にしたいと思います。また、明日明後日なんていうところで、お届けできればと思いますので、お付き合いいただければと思います。じゃあ皆さんお疲れでした。乾杯。じゃあまた飲んじゃいなよ。